へぇー。あ、なんだこの画面。ロッカーの中にパソコンがあるでしょ？そこのパソコンに入ってるプログラムがアルタイ語って言うんだけど、どうやって話せばいい？じゃあ僕が入力するからなんて話したいのか言ってくれる？なんて言うんだ？ごめんって。兄弟を恨んでいるか。ああ、でも、そうだな。自分自身だから、大和田くんに殺された、千尋ちゃん自身の気持ちではあるか？兄弟を止められなかった僕を恨んでいるか？それは絞り出すような声だった。喉から、心の奥から必死で絞り出したような弱々しい声。頼む。わかったよ。いいのか？勇気のいることだね。僕は石丸くんに言われたままの文章をキーボードに打ち込んでいった。すると、責任を感じてるの？でも、きっとご主人様ならこう言うと思うんだ。僕の分まで生きてください。僕は無理だったけど、みんなは必ずここから生きて帰ってねって。優しいのね。だって、じゃあ元気出すしかねえじゃんか。ねえ、石丸くん。と、開きかけた僕の口はすぐに閉じることになった。今の質問したのって石丸くんでしょ？データから分析する限りそうとしか考えられないよ。石丸くんって大和田くんと仲良しだってご主人様から聞いてるよ。何でも聞いてるのね。だから責任を感じてるんでしょ？するとそこで画面は暗転し、怖い。次に画面上に映し出されたのは、叫んなくれ。で、その責任の重さに潰れちまったんじゃねえだろうな。ごめん、大和田くんとは話せないよとか言っといて、話せるんかい。何？全員のがプログラムしてある。男の重さってのはよ、その男が背負ってるもんの重さなんだぜ。わかるだろ、兄弟。濃くっちゃ濃く。おめえならわかるはずだぞ。これって、びっくりさせてたらごめんね。ご主人様が入力してた大和田くんの情報をもとに僕なりにシミュレーションしてみたんだ。大和田くんが落ち込んでる石丸くんに声をかけるならこんな言葉なんじゃないかって。これは賛否両論ありそう。まあ立ち止まるのは仕方ねえ。せいぜい時間かけやがれってんだ。時間かけて落ち込んで、時間かけて後悔して、そんで気づいたらいつの間にか歩き出してる。人間ってのはよ、それくらい適当にできてんだ。言うかなぁ言うかなんて偉そうに言っちゃったりして、偉そうって思ってるじゃん。ね。はは、笑とる。石丸くん？あ！パワーが、みなぎってきた。染み込んだぜ。よかったね。カラカラに乾いたスポンジが水を吸い込むように。今の言葉が、今の魂が、僕の中に、覚醒した。石丸くん。石丸ってのはドイツだ。なんだ目つきが。もう心配はいらねえぞ。悪かったな。迷惑かけちまってよ。多重人格キャラもういいですよ。口調も。俺は新しい俺になったんだ。おら、気合ブリバリだってんな。バカ野郎。よっしゃ。石丸くん落ち着いて。殴れ。落ち着いてんだろうが。つうか石丸なんて呼ぶんじゃねえよ。じゃあ誰なの？俺はもう石丸じゃねえ。俺だ！俺なんだ！俺くーん！妙な叫び声を上げながら石丸くんは脱衣所を飛び出していった。ちょっと待ってよ、石丸くん！後を追おうとすぐに走り出したんだが、そこに立ちはだかった人物が一人、すいません！
すいません、すいません、すいません。石丸くんと入れ替わるようにして脱衣中とやってきた彼女だった。すいません。ちょっと。何をしてるの？キリギリさん。いや、これは、その。いい加減にして。勝手なことしないで。迷惑なの。私だけじゃなく他のみんなにも。本当にごめん。ごめん。そう。謝る気持ちがあるならすぐにここから出てって。ごめんね。わかりました。本当にごめんね。ガチャ。本当に謝ってるよ。ボタン。結局僕はすごすごと自分の部屋に戻る羽目になった。ああ、怒られた。石丸くんのせいで。ヘイト溜まった。それにしてもさっきの石丸くんの表現っぷりは何だったんだ？反動ですかね？心配だ。ものすごく心配だな。ああ、でももう夜だな。でもなあ、石丸くんは風紀委員だからな。午後10時になります。何キャラになったんだろう、次は。夜時間になります。まもなく食堂はドアを開けますので、立ち入り禁止となります。では鼻むずむずするわ。もう夜時間だし仕方がない。石丸くんの件は明日に持ち越しだな。とりあえず今日は休むとしよう。ふぅー。今日のモノクマ劇場。の、なんだあれ。僕がテレビゲームを嫌いになった理由を話してあげようか。え、嫌いなの？こんな僕にも親友と呼べる友達がいた時代があるのですよ。はぁ。僕には友達がそいつしかいなかったんだけど、そいつには友達がたくさんいたんだ。あるあるですね。ある日、そいつの家で二人で遊んでいると、急にそいつの友達数人が遊びに来たんだよ。やべえ、それはやばいって。新作のゲームサッカー待ってね。みんなでコントローラーを回しながらテレビゲームに熱中したっけな。あ、一緒に遊んだんだ。僕は覗いてね。ああ、ああ。僕は見てるだけ。見てるだけだよ。それがどうしたの？別に構わないよ。おかげでそのゲームの攻略法は頭に叩き込まれたしね。一回もプレイしたことないのにね。ああ。っていうか、ああ。この先もやらないけどね。ああ。かける言葉がね。そういう人もいるだろうね。そういう人もいるかもね。お前ら、おはようございます。朝です。っていうか、になりました100億円時間ですよ、お金の件、すっかり忘れちゃってた。金が欲しそうな人今んとこいないな。よし、さっさと起きて食堂に行こう。昨日の石丸くんの件をみんなにも教えないとな。いやー、だってそしたらアルタアイゴいじったことバレるわ。ごめん、それも謝んなきゃ。ごめんね、みんな。誰かいる？いないね。いないね。あれ？意外とみんな、いないわね。キョロキョロ。なんだ、みんなもう行ってんのか。おはようございまーす。おはようございます。おはようございます。あれ？ダメ。いや、待ってだべ。早いね。あれ、ハークレ君だけ？他のみんなは？うん。先に行ってるべ。え？行ってるってどこに？まあまあ。後でゆっくり話すべ。とりあえず一緒に風呂に行くべ。え？風呂？しっぽり。なになに？終わったんか？お助けー。え？山田君どうしたの？なえぎまこと殿、助けてください。故障です。故障ですから。何があったの？あの人が僕を殺そうとするんです。山田くんが指さした先には、キリギリさんが、じゃあ仕方ない。殺されてください。え？キリギリさんが山田くんを？なんで？あれとか石丸くん、いないね。いないわ。なんで？ハークレ君、一体何があったの？うん、よくわからんけど、ひとまずキリギリッチの話を聞いてみんべ。じゃあ聞くか。ここは素直に聞こう。
殺すなんて言ってないわ。え、ぶちのめすとか。私は理由を聞いているだけよ。どうして二度も同じ過ちを犯したのか。なに？同じ過ちって山田くんが何をしたの？それは。え、夜中に脱衣所に忍び込んで勝手にアルターエゴを使ってたのよ。それは悪いね。しかも昨日の夜に見つけた時なんて、え？下を履いてなかったか？パソコンを抱きかかえながらなんだか怪しい息遣いまでして、え？は？あ、あんた何やってたの？ふぅ。昨日は遠回しに忠告したけどそれだと効果はないみたいだから。いいわね。直接説明してもらうことにしたのよ。いやー、殺さないでー。アルターエゴに聞いたらいいんじゃないか。違うわ。殺さないわよ。ちゃんと説明してもらうだけ。うし。だって、死ぬよりはいいんじゃない？それを聞いた女子たちの反応。まったく。何をしていたのか見当はつきましたけど。まったくくだらないですわ。くだらないってほれ。ほれ。は？パソコンを抱きかかえた怪しい息遣いって、ほんと何やってたの？さくらちゃんもね。なるほど。かような行動、怪しいと言わざるを得まい。そうだよ。そうだよな。なんとなく山田っちが何してたんか分かってきたべ。おい、何してたんだ山田っち。山田くん、ちゃんと説明してもらっていいかな。僕はただお話をしてただけです。でも禁止したはずよ。そう、それは、彼女と話してるのが、その思いのほか楽しくて、そう、それで、つい、とりあえずストップ。まさかとは思うけど、山田っち。惚れたとか言わねえよな。え？ははは、魔界の冷酷殺人マシーンと言われた僕ですよ。その僕が惚れたなんて、そんな、嘘？じゃあ、これって恋？これが？俺の占いによると。え？前に俺が占ってやった某社長さんがいるんだけどよ。はあ。そいつ、マネキンに待ち惚れして結婚式まであげちゃったようなやつなんだわ。あーね。そうだってな。今の山田っちの目、その社長と同じ目をしてんぞ。何もわかってない。やめろー、カノちゃんマネキンじゃない、天使なんだ。ダメだこりゃ。来た。天使が実在するのかという問題は関係ありません。これは定義上としての話なのです。でも、どうなんだろう。藤崎くんの気持ちは尊重してあげなきゃ。完璧に惚れてんじゃん。どうしてそうなっちまったんだべ。ねえ。さ、最初は？もう一回あのご主人様ってのを聞きたかっただけなんです。だけど、よくできたプログラムだなと思っていろいろといじっているうちに、その、なんと言いますか。初めてだったんです。普通の女の子とあんな風に喋れたのって、普通でも女の子でもない。普通の女の子じゃないけどね。ひどー。彼女は僕の趣味丸出しの会話にも引くどころか。山田くんの話って面白いね。ねえねえ、もっと話してよ。もっともっといろんなこと教えてよ。沼らせるタイプ。そう、ですな。あんな風に言ってくれた女性は、ママ以外では初めてでした。ママね。おいおい。おめえのママは聞いてくれんだ。それもすげえな。だからつい嬉しくって、楽しくって。そしたらいつの間にか、好きになっちゃってた。顔も性格も口調もキーボードも。それは、キーボードもなんだ。うん。山田くん、あなたは勘違いしていませんか？よろしいですか？アルターエゴはあなたに興味を抱いたのではなく、あなたの話に興味を抱いたのです。あれは人工知能です。学習し続けることこそが存在意義。自分の知らない話に興味を持つのは当然なのです。ちょっと、AI がオタク寄りになっちゃう。しかも、あなたの得意分野は藤崎くんでは教えられなかった情報。まったく。アルターエゴはその情報を欲しただけですわ。わかってるよ。そんなのわかってるよ。わかってるけど、だけど。どうしようもないと言いますか。ざけんじゃねえぞ！ひゃー！
だ？てめえら、さっきから聞いてりゃ勝手なことばっか言いやがって。お、石丸っち、復活したんか。石丸ってのはどこのどいつだ？え？いや、おめえだべ。俺は俺だっつってんだろが。なんだこりゃ。え？誰？ふざけろ、決まってんだろ。石丸と大和田で石田ってとこかな。あ、石田だったんだ。ケツから赤玉コレステロールぶっ込むぞ。えぇ、ケツからな、なにこれ、なんてフュージョン、フュージョン。石丸ってばどうしちゃったの。実はさ、僕は昨日の経緯をみんなに伝えた。ではそのアルターエゴの言葉を聞いたせいで。ねえ、本当にアルターエゴのせい、大和田の霊に取り憑かれちゃったんじゃない。そうかも。幽霊なんているわけねえだろ。何をピーポーはめてやがんだ、こら。ムカつきが止まんねえよ。ちょっと誰かカルシウム、おいこら山田、おいやれやれ。はい、てめえがどういうつもりか知らねえけどよ、これだけは言っとくぞ。こら、兄弟は俺のもんだ。え、あアルターエゴっつったな。そいつは俺に魂を吹き込んでくれた兄弟の分身だ。あーまあね。もう誰にも渡さねえんだよ、バカ野郎。すごっ、なんかすごい三角関係。そこは引けません。ああ、そうですぞ、引けないのです。石丸清隆殿、この際ですからはっきり言っておきましょう。僕と彼女は愛で結ばれる運命なのです。俺とあいつは熱い友情で結ばれてんだ。ちょっと二人とも、ザラー、舐めたこと言ってっと、正中線に位置する四つの急所に拳を見舞いすんぞ。すごそう。許せねえ、僕のパンチは無足だ。脱毛してる分空気抵抗の少ないパンチなんだ。なんで脱毛してるんだこのオタク。いい加減にして。そうよ。そうよ。ねえ、あれは誰のものでもないわ。藤崎くんが私たち全員に残したもの。私たちがようやく手に入れた手がかりなの。ああ。キリギリの言う通りだ。これ以上我らの足並みを乱すようなら。おい、我が相手になるぞ。よし、どうだ。あ、こっちも。とにかく。アルターエゴの作業が終わるまでは変な気を起こさないで、終わったらね、お話ししてもいいんじゃない。いいわね。それで返事がないようだが、こえ。そうですな、了解しました。ああ、あったよ。まあ、でも大和田くんもちょっとオーガにはビビってたもん。じゃあ解散しましょう。ここに長居するのも良くないわ。じゃあ今日は男子でお風呂入ろうよ。おい、忠告だけで大丈夫なのか。ええ、策は考えてある。爆発か、大丈夫よ。爆発するんですね。すごすごと引き返していく山田くんたちを見送った後、僕らも部屋へと帰っていった。まだ午前中なんだよな。さっきの一件のせいですでに疲労感が。ともかく気を取り直して、今日はこれからどうしようかな、出ちゃおうかな。娯楽室になんか二人でいるわ。何やってんの？二人で何やってんの？ここでの生活にもすっかり慣れてきましたわね。住めば都とはよく言ったものですわね。どうしよう、セレスさんと一緒に過ごそう。私、え、自分が怖いですわ。あなたのようなちっぽけな人間でさえも虜にしてしまうのですから。あれ、またこういう感じ。セレスさんと一緒に過ごした。あ、鼻むずむずすぎる、ちょっとやべ。セレスさんと少し仲良くなれたみたいだ。プレゼント渡そう。ねえ。あー、やばいやば、ちょっと、鼻垂れてくる。こんな鼻垂れからのプレゼント。そうだな。
なんかいいのがあった気がするな。あれ、あげたいなって思ったやつがあった気がせんの。これ。バラのムチ。使ってください。もらっていいのですか？私、ほんの少しだけあなたのことを見直しましたわ。まあ、これはわかりやすいかも。また素敵なものをいただけたらもっともっと見直しますわよ。ここまで喜んでもらえるとあげたこっちも嬉しくないよな。苗木くん、あなたには特別に教えて差し上げますわ。え？何を？ギャンブルの必勝法？知りたい。あるの？もちろん存在します。いいですか？よく聞いてくださいね。すべてのギャンブルには戦略性が必要です。その戦略があれば負ける可能性は一気に減ります。そうなんですよね。パチスロも勉強なんですよね。ですが、ギャンブルの面白いところは、そんな戦略を圧倒する力が存在する点なのです。まあでもこのギャンブルは対人ですか？戦略を圧倒する力？運ですわ。あ、運。僕の。運には幸運と不運という二つのみが存在します。そこには普通という概念など存在しません。そして運という要素はその人が設計される瞬間にすでにプログラムとして組み込まれているのです。お、よろしいですか？それが運命、つまり運こそが命なのです。運こ。さて。ここまで話せばもうお別れになったでしょう。もしかして必勝法って運を味方にして生まれてくるってこと？そう、私は生まれながらにしてギャンブルの幸運をプログラムされているのです。ですから負けることがないのです。じゃあ運がない人はそもそもやるなってことね。それが必勝法。あなたは超高校級の幸運らしいですよね。それは私のギャンブル運も、をも上回るのか。いずれお手合わせ願いたいですよね。ごきげんよう。それではごきげんよう。ビンゴ大会で勝負だ。それだけ言うとセレスさんはそっと立ち去っていった。幸運というより不運なんだけどな。なおさらギャンブルには手を出さない方が良さそうだ。なぎくんはな、スキルポイントか幸運をいただけるかと思ったんだけど。セレスさんと別れた後、僕は自分の部屋へと戻っていった。あー、今日は疲れたな。なんか鼻水も出るし。まだ時間はあるな。あ、どっかに行ってみようかな。あ、そうなんだ。さっきの一件が午前中のすべてかと思った。あれ、なんかみんな移動してきたね。移動してきたね。石丸くんちょっと絡みづらくなったしなー。あー、クレくんとこ行くか。最後に石丸くんかな。てかここにいていいの？しかしこんな妙なイベントを思いつくなんてさすがは企画外のエリートコーダベ。何言ってんだ。なあ、何日もそう思うだろ。今更？どうしよう。今更そんなこと言ってんの？じゃあ食堂で茶でも飲むか、おすすめのパワースポットを教えてやんべ。ちょっと面白そう。ハークレ君からおすすめのパワースポットを教わった。普通だ。ハークレ君と少し仲良くなれたみたいだ。プレゼントだ！プレゼントタイム！塩。もらえるものは全てもらう。それがハガクレ・ヤスヒロの流儀だべ。少しは喜んでくれたかな？塩ダメだったか？塩好きかと思ったけどな。森塩だよ、これ。なあ、ナイギッチ。俺は思うんだけどよ。俺とナイギッチがこうして出会ったのは単なる偶然じゃねえんじゃねえかな。というわけで、ナイギッチには朗報だ。俺の好意で超格安に占ってやんめ。超格安？ん？どうだってな。2時間10万円のところを特別価格で9万円にしてやる。10分にしてじゃあ。1万切るぐらいで。1万円しか割り引いてくれないの。っていうか高すぎるよ。ひでえぞ。こらこら、超高校級の占い師に占ってもらうのはものすごくありがたいことなんだぞ。そんなに当たるの？どうだ。当たるべ。どんなことでも 20% の確率でぴったり的中だべ。20% って微妙だな。
なんなんだべ。こらこら、微妙そうな顔すんの、ちゃんと聞いてなかったんか。どんなことでも 20% の確率でぴったり当たるんだぞ。え？天才だろうと事故だろうと選挙の結果だろうとどんなことでもだぞ。わかんねえのか？それの凄さが。じゃあ誤解、いや、どうだってな。よっしゃ、いいだろ。じゃあ試しに占ってやんべ。というかすでに占っているぞ。お、占ってやる。え、いつの間に？どうだべ。ふっふっふ、驚きの未来が見えたべ。おめえの子供と俺の子供は母親が一緒らしいぞ。嫌だよ、絶対に。そうじゃねえのか。嫌とかそういう問題じゃねえって。これは占いだかんな。 20% の確率でも、これってハグクレ君の方から寄せてくることできるじゃん、この確率。だべ。そういうことだべ。絶対に外れてほしい。頼むから外れてほしい。ちなみに今のはお試しコースだから特別価格は適用されねえぞ。え、10万円の振り込みを頼むべ。こっから出た後でいいからよ。殺さなきゃ。いや、ちょっと待ってよ。ていうか当たらないよね。うん。なんだったら占ってやろうか。今の占いが当たるかどうかをよ。もちろん料金は発生すっけどな。あはは、考えといてくれや。占ってほしくなったらすぐ言えよ。言っちゃったけど。貯金あるかな？もう一回分の料金。もう一回分の料金？ってダメだ！お金なんか払っちゃダメだ！危ない。こうやって罠にはまっていくのか。とはいえ、金が欲しくなってきた。ナインくんが。願いだから絶対に当たらないでほしい。さっきの占いだけは。スキル、超高を獲得いたしました。時間長くなったかな？アクレ君と別れた後、僕は一旦自分の部屋へと戻った。いやー、占ってもらっちゃったなー。もう夜か。そろそろ殺人が起こりそうな雰囲気あるよなー。今夜あるだろうなー。校内放送です。ただいまより、まもなく食堂は、ではでは、いい夢。おやすみなさい。モノクマ、花粉症の薬頼む。もう夜時間だし、今日のところは休むとするか。はぁ、あ。すみすん。あ、もうお正月？明けまして、おめでとうございます。あ、お正月2時間スペシャルだ。僕は年が明けた時だけでなく、日が明けた時もお祝いをしようるんじゃなおです。なので、毎日お祝いしているのです。どうも、明けましておめでとうございます。まあね。まあ、わかるわな。カーテン開けながら言ってるんでしょ？つまんねえ。つまんなくした。こちらの解釈で。